んにちは。やっほー。こんにちは。やっほー。ちょっと待ってね。いちこめさん、台湾祈り星さん、ありがとうございます。庄司さん、チェリーありがとうございます。スーカさん、青のハートありがとうございます。ズキちゃんさん、レインボースターありがとうございます。皆さんこんにちは、岡村リオでございます。やっほー。いちギフトさん、庄司さんありがとうございます。今日はね、あれなんですよ。明日お話し会があるから、お買い物に行かなきゃいけないので、なので今日は早めに終わります。7時半ぐらいには終わります。入れて、お願いします。STU4D と研究生、中学2年生、13歳の広島県出身リオトンこと岡村リオです。ぜひこちらのハートボタンからフォローと、そして推薦コメントもぜひよろしくお願いします。リカさん、かわいい、ありがとうございます。見て、リンゴちゃん、リンゴ、ん、リンゴね、え、踊る暇があったらスケーモンさん、バラありがとうございます。かわいいでしょこれ。リンゴちゃんヘア、リンゴちゃん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 、そう、今日はリンゴツンです。こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。皆さん、こんにちは。私、岡村リオでございます。ちょっと待って、おかしくなった頭が。すいません、ちょっと情緒不安定でございます今日。すみません。5周年コンサート来るのありがとうございます。熊根パパさん、ホタル、ありがとうございます。ピヨピヨピヨ。
皆さんあれですよ、何回ね、ガチャガチャガチャ今日まで、ガチャ今日まで、え、ガチャ今日までだっけ。丸広さん明日よろしくね。え、ちょっと待って、それ聞きたくて、ちょっとずっと明日と明後日来てくださる人の名前を書いておこうと思って。ガチャ日曜までか、そっかそっか。それでは皆さん、まず明日のオンラインお話し会に来て、もし来てくださる方を書きます。なんかね、まだね、7月24日はまだ売り切れてないらしいので、今見たんです、さっき見たんですけど、皆さんぜひぜひぜひリオとお話見つめ合ってしませんか。ちょっと明日のオンラインお話し会に来るよって人はコメント欄で教えてください。福さんお疲れ、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、メモするけんね。6月25土曜日、マシオさんありがとう、全部ありがとう、嬉しい。皆さんぜひリオと見つめ合って秘密のお話をしましょう秘密の秘密を、秘密のあこちゃん、じゅじゅん、え皆さん知ってますか、秘密のあこちゃん、秘密のあこちゃん、じゃじゃん。皆さん明日オンラインお話し会来るよーって人は、来るよーって人は来るよーって人はコメント欄でよろしくお願いいたします。そう、メモしたいので教えてください。ちょっとメモしておきたいです。よっちゃんさん、アイスクリームありがとうございます。教えて。そう、リオツン同盟も結べますよ。お、テンさんありがとうございます。皆さんぜひ。お、モリッチ、モリッチ5213ありがとうございます。嬉しいね。皆さん秘密のあこちゃん知ってますか。秘密のあこちゃん炭酸せんべいさん、タコありがとうございます。皆さん明日リオのお話し会来るよって人はコメント欄で教えてくださいませ。あれ、みんな来ないのみんな来ないのかしら、あれで何で秘密のあこちゃんをしとるか。なんかねママが好きだったから、多分昔見てた、小3ぐらいの時に秘密のあこちゃん見てました。あとセーラームーンもママが昔好きだったらしく、セーラームーンも好きです。まあまた後半に聞きたいと思います。また後で聞いてみます。あ、じゃあ土曜日はなんかのぞこみんな来ないらしいのでじゃあ日曜日、あさってオンライン話し会来ますよって人、来ますよって人手挙げて、ね、セーラームーンかわいいよね。サトシンさん、だるまありがとうございます。あさっての日曜日のオンラインお話し会来るよって人はコメント欄で教えてください。メモしておきたいです。あさってルートちゃんルートちゃんねはい、マシューちゃんね、はい、お、鈴鹿ちゃんもあさってやばいですねはい、ぐらいかな。まあまた後半に聞きたいと思います。
ミシバッチさん、明日来る？ありがとうございます。よし、じゃあ話からそれましょう。あ、なりちゃんさんも明日行きます。ありがとうございます。そう、なんかあのあれなんですよ、もう豆にも書いたんですけどね、あのあのそこに冷蔵庫があるんですけど、ちょっと遠くに冷蔵庫の上にあのずっと使っていないかき氷機器があるんですよね。はい、かき氷機器がありまして、でもあれをリオはずっと開けたいんですよ。そう、開けたいなってずっと思ってるんですけど、でも使えない。ママの許可が下りないと使えないから、ずっと開けたいけど、で結構ね昔に買ったやつなんですよ。そう、小学校の低学年ぐらいの時に買ったやつで、なんか夏休みに町で買ったんですけど、全然一回も使ってないから早く使いたい。で使うとしたらそのシロップとかも買わないといけないから、それはどうしようかな。みんなだったらシロップ何がいいですか？ね、あずみんかき氷配信してたよね。そう、それを見てリオもね、あのやりたいなと思って。みんなシロップ何が好きですか？リオはね、あのお祭りとかでよく食べるのは普通にいちごです。おキャドルさん、抹茶いいね。確かに。あ、でもまずはさ氷を固めてそれを削るからさ、その綺麗な氷をさ固めなきゃいけない。え、プリン？アスミ、プリン？え、プリン？え、プリンのかき氷ってどういうこと？え？え？そう、なんか普通に固めるだけじゃなくて、専用の容器みたいなやつになんか氷を固めなきゃいけないらしいです。ブルーハワイ。ね、みんなブルーハワイが結構で、練乳は絶対にかけたい派です。そうです。で、なんかコメダのかき氷をなんか今年2回食べたんですよ。まず1個目はいちごで、もう1個はキャラメル。そう、新しくキャラメルみたいなやつを2個食べたんですけど、どっちともソフトクリームが乗ってたから、リオも家で作る時乗せたいなーって。いちご、うん、やっぱいちご。メロンってあるの？メロン、確かに聞いたことあるかも。え、ブルーベリー。ブルーベリー、練乳リオ大好き。レモンメロン。主権のまこ太郎さん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。そうなんですよ。スマイル弟あっくんさん、ヨーグルトかけても美味しいよ。え、ヨーグルトかけるの？ヨーグルト合いそう。でも美味しそう。え、てかハウスみんなありがとう。よしよし。え、プリンいいな、プリンいいな、うん、プリン食べたい。美味しそうだね。めちゃめちゃ美味しそうやんけ。ね、ソフトクリーム、トッシーさん、リオつないたかったよ。リオも会いたかった、ありがとう。え、ジュースをかき氷にしたってことは、オレンジ、そう、オレンジジュースをかき氷にしてたのを見たんですよ。リオ、アズミンがね、オレンジジュースを固めたのか。なるほどなるほど。初見のゆたまるさん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。ね、美味しそうね。
確かにカロリーのアプリがピヨンってなる。でも氷だから絶対になりません。氷だからカロリーはゼロです。はいはい、ゼロです。蜂蜜美味しそうね。確かに美味しそう。家で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 、確かにカルピス美味しそう。そう、リオカルピスの液があるのでそれ固めたら美味しそうですね。練乳固まらせる、え、練乳を固まらせるの美味しそう。試験のゆたまるさん、 STU 箱押しです。箱押しってことは、箱押し、箱押しって全部の全員が好きってことですよね。え、じゃあリオのことも好きなんですか。それはないか。キャトルさん、さっきぶどうのかき氷作った。え、美味しそうだね。ぶどうのかき氷か、美味しそう。クジラちゃんさん、安住の配信は見ちゃダメよ。なんでですか。なんでですか。6時19分のしゅんちゃんさん、タコありがとうございますね。元は水だから。じゃあシロップ何もかけずに氷だけ食べたらカロリーゼロですね。シロップが結構、シロップがピョーンってなりますね。テンさん、ルビーありがとうございますね。確かにシロップのカロリーがピョーンってなるね。ソフトクリーム買ってきてで乗せたい。だからかき氷配信もしたいかも。でもね、かき氷さ、その氷氷って思ってるからさ、あんまり罪悪感ない。うん、でも練乳とかソフトクリームとかを乗せちゃったら、あ、ちょっとやばいかなみたいになる。うん、6時19分のしゅんちゃんさん、青のハートありがとうございます。でもリオは絶対に練乳をかけます。練乳ビーム、ビビ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 ビ。コーラ、コーラ、確かにコーラも言いさそうかも。うん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 、ね、かき氷配信で、なんかたこ焼き器はないんですけど、あのおばあちゃん家にたこ焼き器があるから、たこ焼き、たこ焼き配信もしたいなって思います。いや別にするって言ってないですよ。するって言ってないけど、したいな。え、熊根パパさん、カレーに練乳かける先輩知ってる？知らない。なんで？鈴鹿さん、たこ焼きといえばくるくる。ね、すぐさ、そうやってくるくるを出してくるのやめよ。エクボもくるくるって言って。そう、あ、鍋、鍋配信もしたい。鍋配信、鍋、鍋、お鍋ちゃん。え、皆さん鍋、お鍋だったら何鍋が好きですか。みんなお鍋、お鍋だったら何が好きですか。リオは豆乳鍋、今練乳鍋って言いそうだったけど、あくんさん、ハートありがとうございます。リオは水炊き、なんか豆乳鍋かキムチ鍋が好きです。リオは、え、牡蠣、牡蠣の土手鍋美味しそう。牡蠣、牡蠣、牡蠣、そう、すき焼き、すき焼きはね、さすがに美味しすぎるよね。え、トマト鍋っていうのがあるんですか。マジか。でも練乳鍋はめっちゃカロリーすごそうですね。だってもう汁自体がもう練乳だから。リオのエクボが一番可愛い。やった、嬉しいね。キムチ鍋リオも好き。鴨鍋、鴨鍋、あんこう鍋、あんこうって、
あんこうってお魚かで、豆乳鍋好きあ、渡辺さん。レモン鍋って何ですか？レモン鍋？レモン？確かに、でも美味しそう。もつ鍋、もつ鍋ってさ、もつってお肉ですよね。お肉？油みたいな。あ、そうだったね、定型文変えるの忘れてたそう、レモン鍋美味しそう。うん、うん、ね、辻哲也さん、リオ沼に後ろから押されてます。はい、押しますよ。ドーン、ザブーン、ドーン、ザブーン定型文は配信終わったら変えてきます。ごめんよね。リオ沼鍋、リオ沼鍋いいじゃん。じゃあみんなリオ沼鍋にドッポンですよ。ドバーン、ジャブ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 。リオ沼鍋は何味かな。きゅうり味きゅうり味です。きゅうり味。リオのリオ沼鍋はめっちゃめっちゃ深いです。そう、きゅうり、きゅうり味です。すぐにご両警察が出動します。ブーアッパー。うん、もう一回いきますブー、この子やだ。え、壊れた壊れた、壊れたよ、みんな壊れた。6時19分のしゅんちゃんさん、肉じゃが作ってくださいね。前マイキュー先輩が作ってましたよね、肉じゃが。リオもね、作りたい。最近ね、肉じゃが全然食べてないから食べたいです。やばいよこれ、ちょっと壊れちゃった。逮捕できんくなったやん、どうしよう取り締まりができんくなっちゃった。みんながさ、使いすぎなんだよ。そう、逮捕される人が多いから、みんなね、で使いすぎちゃって多分壊れちゃったねもうみんなのせいだよ、ちょっと逃げたらダメ誰、確保します、確保。ちょっとバーンできんくなっちゃった。みんなすぐ脱出するんだけ。それなです、新しいの買わなきゃ。うん、うん。まさとしさん、お仕事中なのでまたね。中が中になってるありがとう、頑張ってね。え、なんで、え、ガチで、ガチで飛ばないそう、みんながこんなに使わせるからですよ、皆さん。そうですよ、なんででしょう。そうだよ、リオのファンには悪い人がいっぱいいるからね。うん、ダイソーに行かんといけんわこれダイソー、あ、ダーマルソーね、マイキューさんの肉じゃが食べたいです壊れちゃった。あくんさん、青のハートありがとうございますね。初見のお好み焼き定食さん、あ、美味しそう、ありがとうございます。岡村リオです、ぜひフォローよろしくお願いします。そうで、このツンツン棒もダーマルソーにあります。ダーマルソー。キャロットさん、あさってオンラインよ、リオツン。あ、来るの、あさって。じゃあキャロットさんね、オッケー浮気ですね、熊根パパさんですね。ちょ、そこまで
に至るにはちょっとだいぶ長い道のりがありそうですが、最終、じゃあ最終目標はあれですね、マイキューさんのお家に行くことです。もう何百年かかるでしょうか、それは。そう、このねツンツン棒ね、あ、青もあった気がするよ。キヨニーさん、チェリーありがとう。そう、え、なんかねめっちゃふにゃふにゃなんですよこの子ね、抜けるんですよこれ。棒が解体可能。秘密のルートちゃんさん。名前の癖。アヒルちゃんもいるダイソーね。てかさ、前さ公園でさ、あの変なアヒル振ってたじゃん。あれなんなん。どうせノアピノじゃろ。マジ笑った。大人なのにこうやってアヒル振っとって。マジ面白い。そうだからリオにツンツンされても痛くないですよ。でもね、フッってやったら痛そう。そう、400年はかかりますね、マイキューさんのお家に行くには。匂いは無臭です。無臭。今日はね19時半頃に終わります。そう、変なアヒル。そう、なんか違うんよ、あの面白いなと思って。だってさ、はあの公園にさこうアヒルを持ってくる人なんかそう、あのそうめったにいないじゃないですか。だから面白かったです。メダル収集人さん、マイキューとお話できましたか。いや、なんか前のオンライン、あ、リアルお話し会の時には一回も話せなくて、で多分明日会えると思うからお話ししたいなって思います。じゃあさ、みんなさゴリラを振ってください。ゴリラ振ってくれますか皆さん。じゃあこうみんなでこのリンゴ森くんを買ってください。リンゴ森くんをこう手にはめてこうやって振ってくれたら多分すぐにわかる、うん、リンゴ森くんはねどこで買ったのかわかんないよ。わかんない。うん、キュートってところらしい。キュートだって、リオみたいなキュートだって。リオみたいなキュートだよ。ゆいさん、前に言ってたリオツンチは完成してハッシュタグご利用しでツイートしてたから時間あるとき見てほしい。見たよゆいさん、見たよ、めっちゃすごかった。岡村リオちゃんみたいなね、見たよ、ありがとう、本当にね、すごかった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、嬉しいです。リオエゴサーチするので、もう見つけたの。もう見つけたのかい、早いな。お、なちゃまこさん、明日お話し会参加します、ありがとうございます。なちゃまこさんね、チンパンジーのぬいぐるみ、いやチンパンジーはダメですね。ゴリラじゃないと。うん、見たよ、ありがとうゆいさん。トッシーさん、モバメの返信はモバメに返してのも見れるの、
なんかね、ツイッターとかだったら普通にハッシュタグリオとツンツンとかわかりやすいとかで見れるんですけど、普通にモモミに直接返信してくださる際も見れます。なんか1週間に1週間分をまとめてマネージャーさんが返信を送ってくださるので全然見れますよ。直接返信見れます。むしろ直接返信してくださった方が嬉しいです。ね、いつもいつもね、モバメの返信も書いてくださったりとか本当にありがとうございます。あとツイッターとかで配信のこの配信は何がありましたとかこうね報告してくださっている方ありがとうございます。ちゃんとそこも見てますよ。いいところも悪いところを見ております。リオリオリオお、あっくんさん俺回していくよ。ありがとうございます。あっくんさん、オッケー。コストコの大きいゴリラ、え、コストコ大きいゴリラありましたっけ。はあ、そうなんですよ。大熊さん、お話し会おしまじけん使えなくて悲しいような嬉しいような、どういうことですか。てんさん、ほたる、ありがとうございます。あ、セミさん少しだけ行きます、ありがとうございます。え、おしまじけんってリオあんまり分かってないんですけど、おしまじけん完売ってこと。あ、そういうこと。え、じゃあリオ完売してるんですよね。おー、やったー、嬉しい。そうなんだね、すごいね、やったー。あ、なんかそのツイッターの返信のやつは言ったらダメっていうか、リオたちはまだアカウントを持ってないから、リオはなんか Google のなんかすごい見つけたんですよ。リオ偉いからGoogle でなんかツイッター返信みたいな、違う、ツイッター検索みたいに調べたら高度な検索みたいなのが出てきて、そのツイッターのアカウントを持ってなくても Google で検索できるんですよ。リオの剣で他のレーンには行ける。リオちゃんさん、仕事が終わってリオちゃんを見て癒されて疲れを取ってます、ありがとうございます。頑張ってね。あ、もう仕事終わったのか、お疲れ様、ありがとう。そう、すごいよ。鈴鹿さん、リオツンからノアピエとか、いや言わんでええねん。いや、いちいち言わんでええねん。言わんでいいよ。そう、リオ頭いいじゃろ、アカウント持ってなくてもその Google の検索でできるんですよ。ちづこちゃんさん、ちょっとみんな、ちょっと勉強しないでください。皆さん勉強しないで、ちょっとリオの件はリオに来てくださいよ。ザヤクさん、ハウスありがとうございます。よしよし、リオモバメ変身に写真しちゃダメなかな、わかんない、今まで見たことはないかもしれない。へえー、モーメン編集に写真載せれるのかな、要は分かんない。多分載せれん、そっかそっか、あ、難しそうだね。
そうですよね。ザヤクさんこんばんは。私の名前も覚えてください。ザヤクさんです。前も来てくださりましたよね。覚えてますよ。ありがとうございます。ザヤクさんありがとう。え、でもさ、写真をさ、そのツイッターとかでなんか返信で載せてしまうと、そのモバメを撮ってくださっている方の意味がなくなっちゃうから、そう、誰でもそう見られたくないことをモバメに載せてるので。テンさん、アリサイ、ありがとうございます。と、誰にでも見られたくないことをモバメに載せてます。お話し会ってどんなことをお話ししたらよいですか。それはね、はい聞かなくても有り余っていると思いますがそう、あ、じゃあ初めて来てくださる方とかは、釣ります。リオが釣るので問題ないよく来てくださる方とかね、ある人たちとかは普通に考えなくてもネタがいっぱいありますよね、初めての方とかは自己紹介もできるし、普通にリオへの愛を語ってもらっても全然構いませんだって個別だから何でも話せるんですよ。わーいシミさん、明日は少々 C リオつんだっけ。そうです、初 C 少々 C わかんないそうです、明日はピッチピチのプルプルリオつんですよそうだよ、リオつんの好きなところとか、あのリオへの愛を語ってくれてもいいんですよ。で、秘密の話もねできちゃうからね。ん、初めてだから釣られますね。だからその個別だから、そのみんなの前で話せなかったこともその普通にあのね秘密のお話で話しちゃうし、あの時ああだったよねとかね、こうやってできますね。鈴鹿さん、釣られたいので初めましてって言いますね。それはダメですよ。じゃあ逆に初めましてはダメだから、釣ってくださいって言ったら釣るよ全然そうだよ、リオは記憶力お化けだからね。あ、ウイウイシーだった。ハツハツシーとかショウショウシーとか言ってた。もう釣られてる？なんということでしょう。じゃあもっと釣ってあげますね。そう、プルプル。プルプルだよ、プルプルプル。グッさん、お話し会でただリオツを眺めてるだけでもいいですか。別に普通に黙っていてもリオがどんどん一方的に話しかけるのででも喋ってくれた方がこうね、お話できるからね。ういういしいだった、ごめん。ういういしいだった。リオは肝心に弱いです。感じに弱いです。からかう人にはどう対応するつもり。からかう人か、からかう人は
からかう人は睨みますね。はい。そのお話し会は握手はできないけど、同じ時間をね2人だけが共有することができるしね、お話の内容もね周りに知られることなく何でも話せるよね。別に別にっていうか、なんだろう、なんて言えばいいかな、普通に見つめ合うだけでも大丈夫です。見つめ合う時間、あっくんさん、りおちゃんはリアルお話し会に来た人結構覚えとるの？なんかなんかいやなんかマイクが聞こえないんですよあんまり。まあ、東京はすごくね、関西よりも聞こえたんですけど、そのね、あんまり聞こえなかった人も多少いたから、別にあれですよ、あれだよ、普通に見つめ合うのも可能だし、にらめっこ対決とかでも全然いいですよ。でもリオ絶対すぐニヤニヤして絶対負けちゃう。熊手パパさん、ルビーありがとう。似顔絵は描けんかもよ、リオ人描くの苦手だけん。そう、リオ記憶力がいいから、あの神経衰弱も得意なんですよ。そう、お、メタボさん来るの、あさって会えるの、ちょ楽しみにしてるね、少しだけど、ありがとう、リオも楽しみにしとるね、嬉しい。漢字ドリルいらない、漢字ドリルいらない、うん、漢字ドリルいらない、漢字ドリルいりません。そう、確かに、あ、わかる、え、わかる。ちょっと待って、あのリアル話し会はマスクしてるからあれだけど、あのマスク外すじゃないですか、まあ、外さない人もたね数人はいると思いますが、は、外すじゃないですか普通だからね、分かんなくなりそう。ね、リオをね目の前にして、まあね、心臓ドキドキバクンバクンになって、なんかね喋れなかったりとか、まあ喋るのがね苦手な人とかいたらね、喋れんしなーって諦めずにリオがなんとかするので安心してきてくださいね。そう、マスクとマイクが睨めっか。一枚何分なんだろう、わかんない。え、オンライン話からニックネーム出るよね、多分出ますね。確かにね、確かにね、マスク取らなきゃいけないのかな。うん、ニックネーム出るよね。メタボさん、イベント6位だったんだね、すごいことだよ、伸びしろしかない、ありがとう。ね、6位ってすごい順位だと思うから本当に嬉しかったです、ありがとう。篠原くんさん、今日も蒸し暑いね、頑張ってね。ですね、今日もめっちゃ暑いですよね、昨日も結構暑かったけど今日もムシムシ暑いです。1枚15秒なの、そっか。でもさ、そのショールームとツイッターで2つともがなんか違う名前の人とかいたりしたら結構難しいですよね。力
験の山地さん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。いや、違う名前にしとってもリオは分かりますからね秘密のホニャララさんでもなんかその本名だったりとかなんかあのね、すごい違う名前にしたりとかしてたら結構難しいかもしれん。初めましての人とかね、変える人いますよね、ニックネーム。なるべく同じでお願いしますうん、難しいなあ。じゃあ聞きますね。明日オンラインお話し会来るよって人コメント欄で教えてください。そう、まあ顔が分かっていれば名前を変えてもリオは分かると思うんですけど、キャロットさん、自分マスクしたままサーヤのオンライン参加したことあるけど何も言われなかったです。そっか、じゃあマスクしててもいいのかな。いいらしいようん、だからリオは顔覚えたらもう一発なのでリオに顔を覚えられたら、あのご利用警察に連れて行かれると思って来ないとかダメですそうですよ、リオに顔を覚えられてしまうともうこの世の終わりなのでこの世の終わりですよ皆さんだからすぐにご利用警察署にあの何かやらかしたら捕まえます。なんだよこの子、ちょっとこの子を直したいと思います。お、取れた、取れたよ。みんなみんな嬉しい嬉しい出来事がありますよ。皆さん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 また逮捕できるよじゃあ皆さんまとめてブーッパ、あれまたできんくなった何これ、ね、この子も反抗期だ。おお、できた、できたよみんな、できたよ、できたよみんな、ブー、あ、もうまたできんくなったじゃんああできたできたちょっと待って、できる時とできん時の差が激しい。じゃあ今度こそ皆さんを、今度こそ皆さんを逮捕しますね。いきますよ、ブーバーバーちょっと治ってないと思いますが、今日お買い物しに行った時にね、見つけれたら見つけますね。明日からどの道逮捕できるようになるので皆さん大熊さん、オープニングアクトした公演お見送り参加してるの？なんかクワトロ、クワトロの時はできんけど、エディオン神谷町ホールとかはできた。お見送り、ゆういちさん、ホタルありがとうございます。そう、クワトロはなしなんよ、うん。
そうなんですよ、クワトロはねなしなんですよね。じゃあ久しぶりに、皆さん久しぶりのお絵かき配信をしようかな。よしここくんさん、アジサイありがとうございます。あ、そうだったそうだった、そう7月のオープニングアクト、ゆういちさんルビーありがとうございます、よしここくんさんレインボースターありがとうございます。そうこれをねさっき最初に作ってたんですよ、ちょっと見えにくいと思う、なんか会場の時間がまだ出てないからここ空いてるんですけど、クワネパパさんルビーたくさんありがとう。そうなんですよ、そうさっきね急いで書いたんですよこれだから見えにくいかもしれん。で30日もあるんですよ、30日もクワトロで17時45分開場、18時半開演のこちら、ぜひ来てください皆さん、ぜひ来てください皆さん、多分当日券、そうクワトロも多分あるから、あの当日券もあると思います。この日来てくださる方ちょっとコメント欄で教えてください、この日この6月30日来てくださる方手挙げて、皆さんね、クワトロってだいたい当日券あるのかな、ない時もあるかもしれんよね、今日よくわからんけどお、チリチリミキアさん行きます、やったー、ありがとうございます、これ来てくださる人、メタボさん6月30日行くよ、はい、ありがとう、これ来る人いる、このマイカーさんの公演いない子、え当日券ありそう、あ7月のもう一回、ちょっと顔に出るのでちょっとやめてくださいすいませんいやすぐ顔に出てしまいましたので NG ですはい、ちょっと顔 NG、 ちょっと NG ですねちょっとはい NG ですね、よし、じゃあ久しぶりのお絵描きをしようかな、7時半ぐらいまでしますね。あ、そうだった、アートコンペ見せようと思ってたのにどっかやっちゃったアートコンペどっか行っちゃったよ。じゃあ今からお絵描きします。そうなんかノアピの書いたやつが可愛すぎてリオのちょっと見せにくいんですよねゆういちさん可愛い、ありがとうございます。でも待って、ノアピのどんなんか忘れちゃったノアピのどんなんだっけ、リオの見せたくない、ノービのゾンなんかいね、こんばんは、ちょっとリオの絵は幼稚園児が描いたみたいなんですよ。ともっちさんルビーありがとうございます。そう髪の毛さ、のりみたいに真っ黒に塗りつぶしてしまったけさ
いや、リオナリには頑張ったんですよ、ちょっと。トモッチさん、ホタル、ありがとうございます。ノアピの絵どんなんだっか、みんな教えて。そう、濃く描かんといけんって書いてあったけんさ、色鉛筆で濃くって描くのは難しかったよね。そうなんですよ。でノアピの見せて見せれないか。ノアピのどんなん買った、見たい。あ、オッケー、後であげとく、ありがとう。いや、後でだったらダメやな、にゃー、後でだったらわからんよ、にゃー。じゃあじゃあそう、今日は7時半ぐらいにします。ね、いや見たんですけどちょっと忘れちゃった、どんなんだったか。昨日はね、12時ぐらいに寝て6時に起きた。そう、学校行って帰ってきました、今さっきね。そう、キャトルさん、あのハートありがとうございます。ノアピの絵忘れちゃったよごめんよ。おお、え、ノアピの鈴鹿さん、ありがとう、かわいい。え、え、ノアピめっちゃうまいやんキャトルさん、ホタルありがとうございます、ハートもありがとう。そう、リオ途中までのを見た、うん、ちょっとすいません変な声になってしまったね、やばいね、リオ多分途中までのを見たんですよ。やばくない、え、やばい、え、すごすぎん、え、待って、すごすぎる、ちょっとリオのやばい、リオのやばい、ちょっとリオのやばいです、本当に。キャトルさん、かっこいい、ありがとうございます。いや、負けず嫌いとかじゃなくて、今回はじゃない本当に尊敬します。え、え、アバター欲しいです、これの。え、かわいすぎる、え、めっちゃかわいい、え、ノアピめっちゃ絵うまいね、すごすぎん。ちょっとリオのはすずかさん、青のだるま、ありがとうございます。ちょっとノアピのルーム行く人、ノアピに言っといてください、リオがめっちゃ褒めてたよって、アートコンペの絵行く人おるよね、おるでしょ、この中にね、まあある人とかある人とか言っといてください、リオがアートコンペの絵めっちゃ褒めてたよって、アバター欲しいって言っとったよって伝えてください伝えて、行かないんかーいそういう時だけ行かないんかーい友達さん、チェリーパイありがとうございますそういう時だけ行かないんかーいちょっと待って、リオの、ちょっと待ってよ、リオのどこやったか忘れた、
浮気どこやったっけどこやったっけなあれねどこやったっけなちょっと今見当たりませんねはい、見当たりませんでしたごめん秘密のルートちゃんさん単押しなのでね、キリまあねまあね、まあ分かっとるよそれはまあねそう、なくしちゃった。多分マーナが保管してくれていると思うのでまた今度見せます。はい、今度にしましょう。はい、でも勇気がいりますよ皆さんに見せるのは。ちょっと本当にあの保育園みたいな絵なのであ、じゃあはい、お絵かき配信ちょっとしますね今から。じゃあどうしようかな。じゃあリオが描いた絵を皆さんが当ててね。何にしよう。ちょっと待ってよ、今考えております。じゃあモババに載せたいと思います、アートコンペの絵。初見のデグデグさんありがとうございます。岡村優です。ぜひフォローよろしくお願いします。どうしよう、何かこうどういう系がいいですかどういう系がいい、言っちゃったらダメかハマキンアートコンペの絵を真似て描いてみて。それはやめましょう、ちょっとお楽しみにしておきましょうそれはねドラえもん動物、確かに動物、アルパカ動物か。じゃあレッサーパンダ描いてみる。どうだったっけ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。レッサーパンダメンバー前描いた時にちょっとこれからあの人の絵を描くのはやめましょうってことになったんですよどうでしょう、レッサーパンダです。これアルパカートで描くね。そう、レッサーパンダどう？可愛くない？猫か。じゃあアルパカね。アルパカ描きますね。なんか前アルパカちょっと事故っちゃったのでアルパカか。ちょっと待ってよ。アルパカってあれですよもんね。あの首が長いですもんね。ちゃんと勉強しました。今回はいい感じかも。どうだったっけな。お、いいかも。いいかもしれない。は？いいかも。どうでしょう。
アルパカでございます。確かにキリンにとるな。隣のトトロ、隣のトトロはやめましょうジブリなのでピカツン、あ、いいね、ピカツン、ピカツンもう一回書こう。ちょっと今メモしておりますピカツン、どうだ、どうやい そう、ジブリとかね、ディズニーとかはね、ダメなんよ。アルパカどうやった、キリン、初見のゆうちゃさん、ありがとうございます。岡村りゆです。ぜひフォローよろしくお願いします。ちょっと待ってよ、ペンギン、ちょっと待ってよ、先にメモしておきます。怖いぞ。カンガルー、カンガルー、かく、カンガルー、サムくん、カンガルー、ちょっと待ってよ。じゃあ次モアイ像を描きます。モアイ像、モアイ像描くね。モアイ像、モアイ像って何、なんかジャイアンみたいになったジャイアンモアイ像初見の中村さん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。え、いいよね、結構モアイ像こんな感じじゃないですかね、いい感じ初見さん、ジョハンさんかな、ありがとうございます。岡村リアです。ぜひフォローよろしくお願いします。じゃあ次、続きましてちょっとピカツン、ピカツンをもう一度ね、ピカツンをリベンジで書いてみたいと思います。ピカツン、ピカツン、ピカツンピカツン、どうだったっけ、ちょっとちょっと待ってください。はい、どうでしょう、ピカツン猫のおかずさんなんでみんな気づいたん、ちょっとこっちにお面があるんですよちょっと真似して帰ってしまう、ごめんごめんちょっと見ちゃっただけよ、ちょっと多分どうだピカツンです、ピカチュウです。続きまして、キリン、キリンを描きますね。キリン、キリンってどうだったっけ、キリン、キリンか、ちょっと待ってよ、どうでしょう、え、結構いい、結構いいか、どうだ、どう、どう
いい？お、いい感じ？よっしゃ、よっしゃ。首長すぎるか。あ、じゃちょっと待ってよ。あのあれなんですよ。ちょっと今から試しにめちゃめちゃ可愛くぶりっ子で優しくちょっと喋ってみようと思うので、もし素に戻っていたら教えてくださいね。はい。いくよ。いきますね。よーい、スタート。初見の納豆さん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。じゃあ今度はペンギン、ペンギンを描いてみようと思います。ペンギン、ペンギン、ペンギン、ペンギンさんだよ。ちょっと待って、ペンギンさん、ペンギンさん、ちょっと待って。かけたよ、ペンギンさん、ペンギンさん。待って、ペンギンさんめちゃくちゃ難しい。ペンギンさん。こんなリオはどうかな。0点？なんで？ペンギンさんだよ。これはしずかちゃんです。のび太さん、のび太さん、もぐら、カプレさん、ハートありがとうございます。もぐらか、何の音、何の音。あ、待って、巣に戻しまった。あ、え、何の音、怖いよ。貞子かも。さあ今からお風呂に入ってくるね。のび太さん覗かないでよ。じゃあ次はカンガルーです。カンガルー、カンガルー、カンガルさん、ぜひ絵を描いたらスクショしてください。どうでしょう、かわいい。やった、嬉しい。はい、スクショしていいですよ。はい、カンガルーです。うん、次、タキシードサム、タキシードサム描こうと思います。どんなんだったっけ、雨？どうでしょう。ちょっと覚えてないです。すみません。-50点、なんということでしょう。え、大雨？え、雨ですか今。え、雨？キラ
はどうしようかな。あ、30分になったら残量見ますね。あ、じゃあ当ててくださいね。当ててください。みんなさ、この静香ちゃん風いけてますか？え、みんなわかるの？すごすぎる。え、なんでそんなわかるの？え、すごすぎん。え、なんでしょうか。え、うまい？やった。じゃあ正解、正解は蚊でした。蚊でした。皆さんぜひスクショ撮ってください。てかさ、みんなリオの静香ちゃん風の声生きてますか？ちょっと無理がありますか？元に戻した方がいい？戻した方がいい？やったー。めっちゃお腹鳴る。聞こえる？はい。じゃあ続きまして、何を書こうかしら。お腹が鳴っております。何かこう、餃子？わかった、餃子。確かに。じゃあ今度はあれにしますね。あれにします。食べ物。よし、てんさんいいね、ありがとうございます。餃子か。どう？どうかな？上手？餃子でございます。うまい？いい。じゃあ、あ、皆さんこんにちは。今日は静香ちゃん風の可愛い料理でお話ししております。ひよこ、ひよこ、オッケー、ひよこね。ひよこ、ひよこ、ひよこ。ひよこ、ひよこです。ひよこひよこ。待って、できればリオだってあんなセンスでね、こんな感じの静香ちゃん風の人になりたいですけど。受験のゆっとさん、ありがとうございます。岡村リオです。ぜひフォローよろしくお願いします。どうでしょう、ひよこです。ひよこ。何がいい？何を書いてほしいですか皆さん。え、ひよこってそんなんなの？何を書こうかな。何を書こうかしら。スタバのロゴ？何スタバのロゴ？あ、ちょっと後で自画像書くね。ちょっと待ってよ。
でしょう、どうでしょう。え、よくない？じゃあ自画像描いてみるね。じゃあ今の自画像、じゃあ今の自画像今の自画像を描きます。ありがとうございます。どうでしょう、自画像です。似てる？似てる？やった、似てない。隣の太郎さん、ペンライトありがとう。じゃあ続きまして、じゃあ今リオが尊敬しているある人を描きたいと思います。ぜひ当ててください。カプレさん、ハートありがとうございます。テンさん、ペンライトありがとうございます。違います。誰でしょう。リオが尊敬している人です。尊敬している人、人っていうか、まあ、ある人ですね。誰でしょう。あ、皆さん今来た方はこの子変な人って思われると思うので、今日だけしずかちゃん風の可愛いリオ積んで行っております。正解をいきます。正解はじゃん、しずかちゃんでした。イエーイ。これ耳じゃないよ、耳じゃないよ。耳じゃないですよ。あ、耳じゃない、二つ結びです。よくない？しずかちゃんです。そう、今リオが今リオがね、声をはい、耳じゃないよ、二つ結びです。これははい、二つ結びでございます。そう、じゃあそうだって今日みんなしずかちゃんが好きって言ってたから
ちょっと待って、素のリオに戻ってしまいました。はい、皆さん、じゃあ最後何書こうかな。みんな何書いてほしいですか？最後、最後2個ぐらい。リオはね、まあジャイアンですよ。しずかちゃんヘア、私源しずかです。30分になったら男女読みますよ。ドラえもん、のび太くん、あずみん、あずみん、くるくる、あ、半になったら壇上読みますよ。じゃあえ、何書く？ノアピー？ノアピー？ノアピ書く？私にノアピを可愛く書けるかしら。どうしよう。じゃあノアピのアバター書きたいと思います。じゃあ鈴鹿さんお借りしますね。リオ模写は得意なので、ちょっとこれは本気出しますね。ガチの顔になると思います。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。なんだこれは。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。待ってよ、今ねノアピのねアバターを書いておりますよ。ちょっと待ってね。すいません。ちょっと今本気で書いております。どうでしょう、本当に可愛いと思います、これ。あ、壇上のお時間だ。ノアピうますぎる。どう？どう？え、いい？そう、リオ模写はうまいんですよ。いや、もっとゆっくり描いたらいいんですけど。え、やったー！ありがとうございます。イエーイ。ね、ノアピーこれをめっちゃうまく描いてるのすごすぎる。ノアピーかわいい。そう、リオまだね、見て描くのはまだマシなんですよ結構。一番いい。じゃあちょっと、じゃあ皆さん壇上を読みたいと思います。壇上読みます。おはいさん、青のハートありがとうございます。初見さんのゆきちさんかな、ありがとうございます。岡村リアです、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは壇上読ませていただきます。13位、なんて読むのかな、
署名著名匿名匿名著名わからん、ごめん。著名希望 H さん、ありがとうございます。12位テオさん、ありがとうございます。11位キャトルさん、ありがとうございます。匿名か。10位ハチョさん、ありがとうございます。あともう一度言うんですけど、おとといか、おとといのあのイベントのね、最終枠のね、タワーのお礼とかその他のお礼とかはね、またお時間ください。ちょっとゆっくり書きたいので、あとイベントの壇上も書きたいと思います。あ、かぶっちゃった。じゃあもう一度読むね。13位キャトルさん、ありがとうございます。12位ターキーさん、ありがとうございます。11位ハチョさん、ありがとうございます。10位石ころ人間さん、ありがとうございます。9位台湾祈り吉さん、ありがとうございます。8位隣のトノさん、ありがとうございます。7位カラフルさん、ありがとうございます。6位テンさん、ありがとうございます。なんかイベントの100位までとかもやろうと思います。イベントの1位から100位までのランキングも やらせていただきます。5位あっくんさん、ありがとうございます。お時間ください。4位6時19分のしゅんちゃんさん、ありがとうございます。3位クマネパパさん、ありがとうございます。2位ヨシコッコくんさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルルルルルバン、ゆういちさん、ありがとうございます。初見さんもありがとうございます。皆さん見に来てくださりありがとうございました。明日ねお話し会ということで、来てくださる方楽しみにしております。この後ね、買い物行ってきます。あと、明日のオンライン話し会とか、明後日もなんですけど、もしね、話すの苦手だよとかね、人でも全然リオが助けるし、助けるっていうか、なんて言うんだろう、うん、大丈夫だから安心して来てくださいね。リオも緊張すると思うんですけど。1位ゆういちさん、ありがとうございました。キュン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 。明日はピッチピチプルプルリオツンがリオツンと会えますのでね、ぜひまた、またお楽しみに。ありがとうございました皆さん。今日はね、はい、静香ちゃん風、静香ちゃん風の声と、はいはい、お絵かきありがとうございました。ありがとうございました。
明日楽しもうね、来てくれる方。配信ね、明日どうなのかはまだわからないので、また配信予約入れると思うので、ぜひまた明日も見に来てください。それではこの後のお買い物行ってきます。それではありがとうございました。今日はね、平日ラストということで、お疲れ様でした。皆さんゆっくりお休もうね。初見さんもありがとう。星投げやギフト投げなや、あの50カウントなど本当にありがとうございます。バイバーイ、またねー。